一宮町は千葉県の東部に位置し、調整群に属する町。都市雇用圏における東京都市圏、サーファーの聖地や別荘地としても知られ、2020年東京オリンピックのサーフィン競技会場、釣りが先海岸を有する。一宮川千葉県東部に位置し、県庁所在地である千葉市から約 35km の距離である。 東京都の都心から60の7 0キロメートル圏内である都市雇用圏における東京都市圏に含まれ茂原市への通勤率は15.5%。なお、東京国際空港や神奈川県からは東京湾アクアラインもしくは東京湾フェリーを利用した場合が移動距離の短縮となる。太平洋に面し九十九里平野及び九十九里浜の最南部に位置する。 北部を一宮側が東西に横断して太平洋に流れる。西部は暴走丘陵の端部で山林に長く深い谷日が伸びており農業用水用のため池が点在している。東部は九十九里浜の砂浜海岸になっている。東日本旅客鉄道の外房線と国道128号が町域中央をほぼ南北に従官しており中心市街地は 上佐一宮駅周辺に広がっている。上佐一宮駅は東京、千葉方面からの快速電車終着駅であるため、駅周辺では住宅開発が進みつつある。あずまなみに波切れジグラがあり、原独地震の大津波が太平洋より内陸に約1 3トル標高約5ルの位置まで遡上したため、災害記念碑として残されている。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると2.22%減1万1767人であり増減率は千葉県下54市町村中25位60行政区域中31位1953年に一宮町と虎見村が新設合併した以降の歴代町長を被災編成表建成編集国制 編集農業、編集特産農産物工業、編集茂原警察署一宮、幹部交番千葉地方裁判所一宮支部官庁、編集警察、編集消防、編集司法機関、編集調営施設、編集千葉県立一宮商業高等学校カズ一宮駅中心となる駅、カズ一宮駅千葉県道405号九十九里、 一宮大原自転車道線一宮城道帝湖海水浴場ゴルフ場カ佐十二社祭り毎年9月13日に行われる玉前神社の霊体祭並びに新興祭西暦807年に始まる十二社祭りやカ佐裸祭りなどの通称は主に新興祭の方を指すカ佐の国一宮祭り毎年9月上旬に行われる通称 カズ踊り。祭りのメインは、カズ踊りコンクールで町内の学校やクラブ、企業など20連ほどの団体が参加する。また他にも、町内の小中学校、高校の金管、吹奏楽部の演奏、パレードや、渚太鼓大の演奏、テント村での駄菓子などの模擬店や地元の農作物の販売など、様々な催し物が行われる。農業花火大会毎年。 主に8月上旬に行われる。打ち上げ場所は、一宮海岸の北端、一宮川川口付近。打ち上げられる花火は、約5000発。カズサ祭り1995年より、毎年元旦に、一宮海岸で行われている。夜明け間から始まり、浜辺では燃え盛る、大きな日やぐらと、渚大古の音所で、初日の出を迎える。 道路を流し毎年お盆に一宮川で行われていたものが川が汚れてしまうため行われなくなったが2009年8月に20年ぶりに復活した。ポンポン船毎年夏に上ズ一一宮駅から一宮海岸への観光客を輸送するために一宮川を航行していた小型の観光汽船。愛称であるポンポン船の名前はエンジン音がポンポンと聞こえるところから 駅から300メートルほど北の外房線の一宮川橋梁のたもとに、上佐一宮駅側、新一宮橋の手前に、一宮海岸側の乗り場がそれぞれあったが、船体及びエンジンの保守が困難になったため、廃止された。九十九里裸足で歩るう大会毎年5.6月頃に行われていたが、砂浜の減少により2003年から中止されている。程は、スタートが、 南隣の三崎町帯東海水浴場で、市宮海水浴場がゴールとなっていた。旧彩東家住宅展像重要文化財売寿、総鈴目鏡1953年11月14日、指定玉前神社所有登録有形文化財、芥田川総2001年5月16日登録ホテル、市宮館所有市宮海水浴場近くの、市の宮川沿いにある、 旅館のホテル一の館に所在する。芥川荘の名は、1916年8月17日から9月2日に、作家、芥川龍之介が、久米正夫と共に滞在したことにちなむ、明治30年代の建築で、木造平屋建て、かやぶきの建物、広い縁側や三方向に大きく広く取られた間口などの別荘地ならではの建築様式が、 ほぼ当時のままの状態で保存されている。滞在中、芥川龍之介は後に妻となる塚本文に数多くの恋文を送っており、当建物内に展示されている。また、市宮に滞在したことや思い出は、美少、海のほとり、幻覚参謀、新起郎などいくつかの作品に登場している。現在、芥川荘はホテル市宮館の離れの客室として、 宿泊することができる。一宮町指定文化財一覧も参照国、県指定及び国登録文化財一覧。カテゴリー、一宮町も参照。ありがとうございます。